はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時をねちょっと回りました。今ね一番日差しがね強い時なんです、この日はね、千代田区8度でこの日はね20度なんですもうちょっと上がるかな嬉しいわほんまに。今週末ね、今日水曜日ですけども、だいぶこう温度が和らぐみたいですね。15度とか16度になってくれるって嬉しいわほんまに。もういらんねん、もう冬、夏もいらんねんけど、どっちかというと冬の方がいらんわほんまに。夏の暑いのはねへーって言うててね、ビール飲んだら美味しいからね、まあええんですけど、冬寒いのはどんならんでほんまに早く去ってほしいですね。もうちょっとでね、もうちょっとで春の兆しというところでございまして、行きましょう。ヤフーニュースでございます。テレ朝ニュースから来てるところですね。韓国首相、未来のための日韓対話が至急必要。この至急というところでね、と思うんですけど、ちょっと読んでいきましょうか。そんなに長くないで読んでしまいましょう。韓国の首相が関係をめぐり未来のための対話が至急必要だと述べました。韓国のキム・プギョム首相は22日の記者会見で、元徴用工をはじめとした日韓の歴史問題について必ず解決しなければならず、両国の未来のための対話が至急必要だとの考えを示しました。さらに両国の指導者が責任を持って問題解決を務めるべきとした上で、来月の大統領選挙を念頭に、今の政府で決着できなくても次の政府で解決させることを望むと述べました。今の政府で解決せえや、そんなもんもうむちゃむちゃ言うてもちゃうわほんまにほんまに。両国の指導者が責任を持ってて、あんたら勝手に起こした問題やろって、あんたらで解決したらええやんと、というのが日本政府の立場ですね。もうちょっと行きましょうか。またスケートの日本代表の小平奈緒選手と韓国のイ・サンファ元選手の友情にも林が及び、日韓の次世代は互いに信頼している、政治家が冷や水を浴びせてはならないと強調しました。冷や水を浴びせたまもんじゃいんやろという世界ですね。まずね、その、まあ、これどういう場で、記者会見ですから記者から質問が出てそういうふうにお答えになったんだと思うんですけど、一つね、注目はその至急というところがね、今までにあんまり使わないこう表現法なんですね。至急、これはどういうことかと言いますと、私の読みはですね、困ってはるんですよ。何で困ってるかっていうとね、もうすぐね外貨がなくなるんですよ。お隣さん、外貨ってドルね、ドルがなくなると、ドルなくなるというか、まあ、足りなくなるわけですね。足りなくなるとですね、困るんですね、お隣さんの場合。貿易決済でドルが足りなくなると、市場でドルを買わなければならない。だからウォンがね安くなる。で今どんどんウォンが、ね、ドルに代わって逃げてるんですね。アメリカに向かって逃げてるわけです。アメリカは今金利がですね、市中金利は 2% に行こうとしてるわけですね。でそうやったらええやんと、その要は あれですね、ウォンってあの不安定な通貨ですから、そこで置いとくよりもドルで確実に 2% 回るやったらそっち行こうやということで、どんどんドルが逃げてるわけですね。でなおかつですね、あれですね、ドル建て債の償還が迫ってるんではないかなと思うんですね。で外貨準備高が下がってるわけですね。下がってるとですね、政府にお金がなくなる。政府というか、まあ韓国銀行なんですけどね、通貨安定債というドル建て債を発行してまして、それの利払いであるとか償還であるとかでドルが必要になってくるんですけども、ドル それで足りなくなるとですね、市場でドルを買わなきゃいけない。だからただでさえ今ウォン安なわけですね。今現在も非常に不安定な相場が続いてまして、1,193.67 ということで、今日はちょっとですね、午後に入ってから下げ基調が続いてますね。
で、これが1200を突破して1800を突破すると、1997年のような通貨危機になる可能性があると。で、なんで韓国の首相がそういうことを言うかというと、日本との関係を改善したらですね、日本が助けてくれると思ってるわけですね。で、具体的な通貨スワップをまた結んだりするとですね、いざという時に日本がドーンと金を貸してくれるわけで、円を貸すわけです、日本は。だって円ってすぐにドルに変わりますから、で、少々のことでは、なんて言いますかね、為替に影響ないんですよ。なんで、この韓国の首相は、日本との関係を早く改善してですね、いつでも日本に助けを求められるようになりたいと、元に戻りたいというふうに言うてていたのがですね、言うてるのがにじめてる、この至急という言葉ににじめて出てるんちゃうかなと思いますね。まあ、どうせこの首相はですね、イ・ジェミョンさんが大統領に当選しない限りは政府を去るんですけどね。でも、目先ですね、こう、危ういというのがですね、まあ、政府の中枢にいる人ですから分かってるんでしょうね。で、これ日本から言わせると何言うてんねんって世界で、徴用工問題も慰安婦問題も全部韓国内で起きた問題なんですね。しかも1965年の日韓請求権協定、1918年でしたか、日韓政府間合意をそれぞれこう破るその判決を下して勝手に騒いでるわけですよね。だからそれはあくまでも向こうの国内問題であって、両国の首脳が責任を持って問題解決を務めるような問題ではなくて、あんたらが勝手に解決する問題やろって、約束を守った状態に戻してくれたらええだけやんという、それだけの話なんですね、日本側から言わせると。でも向こうは日本からなんとか情報を引き出したいわけですね。勝手にこうでっち上げた問題で日本に情報を引き出したいからそういう言い方をしてるんですけど、そう言うてる限りにおいて解決はないやろうなと。いくらね、こう腰砕けのキッシャンでもですね、2018年の日韓政府間合意は、2016年でしたっけ、そうですね、2016年の日韓政府間合意は岸田外務大臣が当事者なんですよ。だから自分で一生懸命汗かいて結んだ日韓政府間合意を裏切られた当事者なわけですね。だからよう分かってるわけですよ。だから岸田内閣においてもですね、なんていうかこう不透明な情報をするっていうことはちょっと考えにくいわけですね。で、その日韓政府間合意のお膳立てをしたのはバイデン当時副大統領なんですね。だからこれは明らかにですね、彼らの言い分に無理があるわけであって、まあ彼らもそれは分かってるんでしょうけどね、半ば分かってるんでしょうけども、無理があるわけですって。これはね、2015年やったかな。2015年のような気がしますね。最近は忘れました。まあその後、パククネの晩年ですよ。に岸さんがですね、安倍政権で結んだ、外務大臣として結んだ日韓政府間合意というのがあって、それにこう違反してるわけであって、しかも慰安婦問題で日本政府に金払えとかっていうのはですね、国際法にも違反してるわけですね。そういったことをですね、そんなあんたらの問題やんとか、そんな変な判決出したのはあんたらの裁判所やろと、日本側から言わせるとそうなるわけですね。そんなそっちで勝手に解決せよというわけであって、だからこの支給必要というふうに言うてるのはですね、多分困ってるわけですよ。困ってるけどもですね、こう日本に情報制と言うてるわけですね。かなり矛盾してるわけであって、しかし彼らはですね、いつも言う通り日本に対しては一切情報できない、日本に情報したら政権が飛ぶわけですね。だから非常に苦しいわけなんです彼らは。でも苦しいところに自分らを追い込んだお前らやろと、もうオウンゴールを30発ぐらい入れてると思うんですよこれ、まあ、あの徴用工判決と慰安婦判決はほんまに、だからね、こう何年も何年も彼ら負け続けるんですよほんまに。自分らでやっときながらね、こうね、日本になんとかせえっていういつものパターンですけども、でもこう困ったことにですね、お金が足りなくなってきて、ドルが足りなくなってきてるんで、うわ困った、どうしようどうしようどうしようって、これまた日本に助けていってもらわなあかんやんって言って、なんとかしてえなって言ってるというのがこの構図ではないかいなと思いますね。まあでも、あとムン政権あと2ヶ月ちょいです。3月9日に大統領選挙があって、10日に決まります。で、確か文政権は5月の9日いっぱいまで
やったと思うんですよね。5月の10日、0時からは新しい大統領と。なのでもう2ヶ月ちょっとの間に、この日韓間の関係が解決するわけがない。ムン政権はその解決するつもりは全くなさそうですからね。まあだからまあええやんと。ええやんと。勝手に困ったらええねんというのは日本の立場ではないかなと。うん、でもこの苦しさが滲んでるところがおもろいなということですね。このヤフーニュースのですね、サイト貼っておきますんで、まあ今全部読んでしまいましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。